じゃなく。よかった、無事みたいだ。悟空、クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった、意識はあるんですね。ああ、でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってた。そうなんだ。やけに体が重い。それはですね。またクローンだ。クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつけぞ。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのは、土が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン、なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。せっかく道着も着てんだ。戦んねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。
ってこの道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。ああ、ヤムチャ、今度はオラと一緒に修行すっか。冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていける？それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行ならクリリンに付き合ってもらえ。いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな、俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけどよ、引退する意味ねえなら、おら悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか？そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか？確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど。けんどよ、セルの木は感じんのに相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか？そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。
何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけにも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるために地獄から戻ってきていく。クリリン、そんな相手はオラがすっから。おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル、絶対に許さない。しらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべき。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。お前はやめろ、クリリン。おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強い。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。行くぞ。
お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔する。なんだと？どういう意味？しまった！くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分、気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないです。そうですか。あの、18号さんをかばってくれて。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとても強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したり、セルたちが復活した原因？はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは、できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きません？俺たち今からそのブルマさんの元に。18すぐならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリ。はい、わかりました。